欧州第二のエネルギー危機、ひょっとしたらそのカザフスタン原油がヨーロッパ向けが止められてしまうかもしれないと、ダブル報復と、 CPC パイプラインを止めたことによってカザフスタンのロシア離れがさらに加速するという、まあ、この冬を迎えるヨーロッパのエネルギー危機、今後どうなっていくのか。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。大阪でセミナーを行います。2022年9月18日14時スタートです。こちらテーマは1から紐解く中東情勢、中東分析に基づく大阪の可能性ということでお届けしたいと思います。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。大阪関西近辺の皆様、ぜひ遊びにいらしてください。交流会もございますので、そちらの方もぜひ参加していただけたらと思います。皆さんで世界の話で盛り上がりましょう。交流会で盛り上がりましょう。よろしくお願いします。ということで本日のテーマは、欧州第2のエネルギー危機ということでお話をお届けしたいと思います。欧州第1のエネルギー危機というと、越境 3.0 チャンネルでも何度もお伝えしてきました、ロシアからドイツに供給される天然ガスパイプライン、ノルドストリーム。このノルドストリームのお話はたびたび越境 3.0 チャンネルでもしてきましたけれども、新たな悩みの種が勃発してきたということで、まずはこちらのニュース、欧州に新たなエネルギー懸念、ロシア経由のカザフ原油供給源もということで、カザフスタンというのは天然資源大国で、まあ、世界各国に石油や天然ガス輸出しているわけなんですけれども、まあ、その中でもヨーロッパに供給しているボリュームというのは非常に多くて、そのヨーロッパへ多くの原油を輸出しているカザフスタンが、ひょっとしたらそのカザフスタン原油がヨーロッパ向けが止められてしまうかもしれないというか、もうすでに止められているんですよね。で、止められていて、これもノルドストリーム同様、いつ再開されるかわからないというような状態になっています。これもですね、ノルドストリームと同じ理由で、このパイプラインシステムの不具合、カザフスタンからロシアを経由して石油を運ぶ CPC というパイプラインがあるんですけども、カスピ海パイプラインコンソーシアム CPC という、そのパイプラインのシステムの不具合によって、ヨーロッパが新たなエネルギー供給障害に直面していると。このパイプラインの部品の損傷によって、黒海沿岸のターミナル、ノボロシースクターミナルで、一点係留 SPM3 機のうち2機から原油積み込み作業が停止をしていると。 CPC を石油輸出の主要ルートとしているカザフスタンは減産を余儀なくされる見通しで、でこれカザフスタン原油の輸出の約 80% というのは CPC を通じてヨーロッパに輸送されているんですよね。その中でも最大の輸出先というのはイタリア でそしてオランダ、スイス、フランス、スペインという、まあ、こういった国が、まあ、ロシアのこのパイプラインを止めることによっての新たなエネルギー懸念というのが、まあ、発生しているということなんです。でなおかつカザフスタン原油が減産を余儀なくされる見通しということで、これはロシアからヨーロッパとカザフスタンへのそのダブル報復ということで、まあ、カザフスタンに対しての報復措置でもあるんですよね。まあ、なぜロシアがカザフスタンに報復しなきゃいけないのかというと、まあ、もともとはね、カザフスタンとロシアっていうのは、まあ、同じ同盟国で、CSTO というそういう集団安全保障条約を結んでいる国のはずなんですけれども、まあ、でも今回のウクライナ侵攻によってカザフスタンはロシアから離反してきているんですよ。同じその旧ソ連の同盟体ではあるんだけれども、カザフスタンはその行き過ぎた今回のプーチンの侵攻というのを非難していて、まあ、ロシアからまあ徐々に離反してきていると。でそのロシアから離反してきているというのが決定的になったのがこちらのニュース、同盟国ロシア離れ加速、カザフ、キルギス、タジキスタン、アメリカと軍事演習ということで、カザフスタン先日アメリカと軍事演習をしたんですよね。まあこれはロシアから攻め込まれる恐れがあるからということで、もともとは同盟国だったはずなのに、まあロシアに敵対をして、でさらにロシアから攻められる恐れもあるということでアメリカと軍事演習を行っています。でこちらの記事に載っている写真が今年5月の CSTO の首脳会談の各国首脳の集合写真なんですけれども、この写真ね、ちょっと気づいた方もいるかもしれないですけど、よく見るとロシアのプーチン大統領とカザフスタンのトカエフ大統領の間に距離が離れてるの分かります？写真左側がアルメニアの大統領、ベラルーシの大統領、そしてロシアプーチン大統領ということで、 CSTO の中の、まあ、新ロ派グループですね。で写真の右側がカザフスタンの大統領、キルギスの大統領、タジキスタンの大統領ということで、今回アメリカと軍事演習を行った反ロシアグループということで、この CSTO という集団安全保障条約が実はロシア派と反ロシア派とに分かれていると、まあ、それを
象徴している今年の5月の写真なんで、軍事演習を行ったのは8月なんですけれども、 CSTO の首脳会談やってるの5月なんで、実は5月の頃から、まあ、こういったロシアとのその距離感というのは出てきているということですよね。でそのカザフスタンに対してのロシアからの報復ということで、今回カスピ海パイプラインコンソーシアム CPC を止めていると。カザフスタンの原油天然ガスプロジェクトというのは北カスピ海で開発されていて、これまでロシア経由でヨーロッパに運ばれていたんですよね。こちらが今回ストップされている CPC、 カザフスタンからカスピ海の北海岸を通って、でロシア南部チェチェンのあたりも通って、でそれで黒海のノボロシースクターミナルまで搬送して、そこからオイルタンカーでヨーロッパに運ばれていくと。でこの CPC のシェアホルダーなんですけれども、ロシア政府が筆頭株主なんですよね。でそれに続くのがカズムネイガスというカザフスタンのガス会社で、パラパラ欧米の企業もシェアホルダーとして入ってるんですけれども、筆頭株主がロシアということで、まあだからここもある意味ノルドストリーム同様、ロシアが握っているヨーロッパのチョークポイントといえるパイプラインなんですよ。でそれに対してカザフスタンどうするのか、まあ自分たちの原油輸出ができない、でなおかつヨーロッパもまあ原油が入ってこないかもしれない、まあ入ってこないということで、まあこれ緊急を要している問題なんですよね。でそこでカザフスタンの大統領とアゼルバイジャンの大統領が会談を行って、先日このような覚書が交わされました。カザフ・アゼルバイジャンのエネルギー大手が協力協定に署名ということで、こちら8月26日のカスピアンニュースの記事なんですけれども、カザフスタンのガス大手カザフガスとアゼルバイジャンの国営石油会社ソカ、ステートオイルカンパニーアゼルバイジャンリパブリック、アゼルバイジャン国営石油ですね、でそこの2社はエネルギー協力に関する覚書に署名で、その中でアゼルバイジャンを通過する石油天然ガスの輸出ルート構築を検討すると。アゼルバイジャンにはカザフスタンの石油をヨーロッパに輸送するために必要なそのバクートビリシ J ハンパイプライン BTC パイプラインっていうのがあって、これも越境 3.0 チャンネルで何度か解説してきましたけども、バク油田からアゼルバイジャン、ジョージア、トルコと通ってヨーロッパに輸送していくという BTC パイプラインで、それプラスアゼルバイジャン、ジョージアといってジョージアのスプサコという港に搬送するバクースプサパイプラインという、まあ、2つの石油パイプラインがあるんですよね。でカザフスタンはロシア経由で自国の石油を輸出できなくなったので、ロシアを迂回してカザフスタン原油の一部を、まあ、アゼルバイジャン経由で供給するという予定であることを発表しています。これは BTC パイプラインを通じて、まあ、輸送するということで、そしてさらに来年2023年にはさらにジョージアの黒海の港スプサに流れ始める可能性があると発表しているということで、まあ、基本的に今回ロシアがカザフスタンからロシアにつながっている CPC パイプラインを止めたことによって、カザフスタンのロシア離れがさらに加速するという、まあ、そういった形になってるわけですよね。まあ、カザフスタンとアゼルバイジャンという国の間にはカスピ海という、もう世界最大の湖、まあ、厳密に言うと湖ではなくて海なんですけれども、カスピアンシーと呼ばれている世界最大の、まあ、湖と呼ばれている、まあ、大陸に囲まれた海。一応余談ですけどね、あれ舐めるとしょっぱいんですよね。一応海水なんですよ。で、まあ日本列島がスポッと入っちゃうぐらいの大きな湖なんですけれども、そのカスピ海という大きな海がカザフスタンとアゼルバイジャンの間にはあるわけですよ。で、なのでカザフスタン原油を今のところロシアを迂回してアゼルバイジャンから BTC パイプラインで運ぶとなると、この新しいルートというのは、カザフスタンがこのカスピ海を越えてバクーまでまず石油を運ぶ必要があって、でそのために小型タンカーの艦隊というのに頼らなければいけなくて、カザフスタンにはアクタウという、まあ、大きな石油の積み出し港があるんですけれども、まあ、ここは結局カスピ海の中で行き来する積み出し港なので、そんなにその巨大なターミナルではないんですよ。でなおかつバクーまで運ぶオイルタンカーというのも大型のオイルタンカーがなくて、基本的にその小型のオイルタンカーでバクーまで運ぶということ。でそしてバクーからアゼルバイジャン、ジョージア、トルコを経由して、まあ、BTC パイプラインを経由してヨーロッパに運ぶというルート。でそして来年2023年以降がアゼルバイジャンで、そしてジョージアで、ジョージアのスプサという黒海の港からオイルタンカーでヨーロッパに運ぶというルート。まあ、この2つのルートを使ってカザフスタンのアクタウからバクーまでまずは運ばれるという予定なんだけれども、まあ、基本的にその積み出しキャパとして非常に小さなアクタウという港で、そして小型のタンカーをまあ何隻か使って、まあ、小型タンカーの艦隊に頼らなければいけないということで、これはヨーロッパへの供給量としては十分に満たせるかどうかというのは、まあ、実際のところ不明と。ノルドストリームが止められて CPC が止められて
て、まあ、石油とかガスとかがこのヨーロッパになかなか入りづらい状況になっているということで、まあ、この冬を迎えるヨーロッパのエネルギー危機、まあ、今後どうなっていくのか非常にこの注目されるところなんですけれども、また新しい情報が入りましたら越境 3.0 チャンネルでもこのヨーロッパのエネルギー供給関連お伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、エネルギー危機に関する動画いくつか流しております。こちらコロナ後のエネルギー価格高騰という再生リストの方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。